今日紹介しますのは、アタリが発売しました幻のハード、アタリジャガーの紹介をしたいと思います。おそらくね、多くの人は見たこともね、触ったことも遊んだこともね、ないんじゃないかと思います。まあ、このね、アタリという会社は、非常にね、伝説やらね、逸話の多い会社で、最盛期は、ね、1万人を超す会社だったんですが、一本のクソゲーでね、会社が傾いたり、またはね、世界で初めてのサードパーティー制、今では当たり前なんですが、このね、アタリが初めてそういったね、サードパーティー制を導入したり、またはね、80年代の日本のね、ゲーム業界で採用されたコントローラーは、このね、アタリが開発したアタリ規格をね、拡張したものが使われてたりと、日本にとっては非常に大きな存在でした。はい、ということで、こちらのね、ジャガーなんですが、アメリカではね、1993年に全米で発売、日本では1年遅れたね、1994年に発売されました世界初のね、64ビットゲーム機という風になります。ではね、早速ちょっとね、中身を見ていきたいと思います。発泡スチロールじゃなくて、あのね、紙のね、緩衝材をね、使ってるんですね。非常にエコにもね、注目していたということで、はい、もうね、非常に珍しいのがね、この全てが揃っていて、箱からマニュアルからね、全部綺麗な状態で、揃っているというのがね、非常に珍しいんですよね。はい、ということでね、こちらが、本体ということで、はい、でそしてこちらがコントローラーですよね。はい、アダプターになります。はい、そしてこのね、ゲーム機にはちゃんとね、ゲームソフトがね、1本このように付属しています。はい、ということで内容物はね、このような感じになっています。はい、ということで、RF スイッチがね、入ってるんですけどもね、 AV ケーブルで接続しますので、今回はね、 RF スイッチは使用しません。でゲームソフトなんですが、これね、入っていたものなんですけども、はい、このような形になっています。ちょっとね、丸みを帯びてますね。で、大きさはどうかというと、日本のね、スーパーマリオブラザーズと比べてみますと、横幅はね、ちょっと大きいかなという感じなんですけど、この手のね、出っ張りがある分、ちょっと縦に大きいという感じですね。で次にスーファミのね、カセットと比べてみますが、はい、横幅はね、ちょっとスーファミの方が大きいですが、高さはね、ほぼ同じといった感じになります。はい、このね、上のちょっとなんか丸いバーみたいなのが、ちょっと重ねておくと非常に邪魔になりそうな感じですね。で次ね、コントローラーなんですが、ちょっとかなりね、ボタンの数が多いですね。非常にね、これ使うんでしょうかね。はい、で ABC ボタンで、 LR ボタンはね、ないですね。 L で、後ろにはあたりとね、大きくロゴがね、書いてありますが、でね、日本だとね、セレクトスタートなんですけど、これはね、ポーズボタンとオプションボタンになります。そして十字ボタンという風な感じですね。はい、まあね、結構フィットするんですけどね、女性とか子供はどうかな、ちょっとコントローラーにね、かなり厚みがあるのでね、子供には持ちにくいかもしれません。で端子ですけどね、 D サポ9ピンかな、いやどうもね、なんか独自規格のね、このピンの端子のようですね。はい、そしてね、こちらがアダプターになります。はい、ジャガーとね、大きく書いてありますが、9V の 1.2 アンペアということになります。はい、でアダプターの端子はね、どうも一般的なもののようですので、もしね、なくしても壊れてもね、汎用アダプターが使えそうですね。はい、そしてこちらが RF スイッチ、今回ね、使いませんけども、こういった RF スイッチ、昔ながらの RF スイッチでも接続することができます。で今回ね、こちらで接続するわけなんですけども、このね、ジャガーのね、接続ケーブルは S 端子バージョンと赤黄色白色のね、コンポジットバージョンね、2つあります。はい、こちらはね、 S 端子バージョンなんですけど、久々に見ましたね、 S 端子って。あれ待てよ、テレビに S 端子あったかな、ちょっと不安になってきましたが、はい、という感じでね、結構ケーブルの長さもたっぷりあります。はい、そしてこちらが本体になります。はい、前面にね、コントローラーを挿す端子が2つありますね。はい、そして背面はね、
左が、アダプターを挿すとこですね、はい、そして中央にね AV ケーブルを挿すとこ、こちらが AV ケーブルを挿すとこで、こちらはなぜ挿すんですかね。こっちは何か挿すようになってますけどね。で RF スイッチのね、線、そしてこれがねチャンネル切り替えのねスイッチだと思うんですけど、 L とね H とあるんですけども、まあ、おそらくあのね世界に各国によってチャンネルが違うんですよね。日本だったら1チャンネル2チャンネル、アメリカだったら3チャンネル4チャンネルということで、数字を書いちゃうと各国版で作らないといけないので、もう L と R というふうにしたんだと思います。まあ、日本だと H は2チャンネル、 L だと1チャンネル、アメリカだと H は4チャンネル、L は3チャンネルというふうになりますね、はい、まあ、これもアイディアですね、はい、今回の、ね、このモデルは日本モデルじゃなくて、ね、アメリカモデルなので、日本のテレビでは、ね、RF スイッチでは映りません、ね、周波数が違うんですよね、はい、ということで、はい、こちらが、ね、電源ボタンになってます、はいはい、後ろなんですけども、はい、ジャガーとねでっかく書いてますか、メイドイン USA となってますね。結構ねあたりの製品ってねメイドイン台湾が多いんですけども、はい、こちらの製品はメイドイン USA という風になります、はい、でですねこのねあたりのジャガーなんですけども、すべてのねあたりの製品に共通している部分があるんですね、はい、それは何かというと、ここのこのカーのゲームスロットにカバーがないんですね。で当たりの製品って、まあ、2600が5台、次世代機の5200が1台、7800が1台とね、そしてこの次のジャガーと、もう全てにおいてこのねカーセットの蓋がありません。もうね多分エンジニアがもう蓋が大嫌いなんだと思いますもちろんねアメリカユーザーにはもう大不評でしたという形でね、こちらにも、ジャガーにも蓋はありませんでした。大きさはねどうかということなんですけども、任天堂64とねちょっと比べてみますと、はい、このようにね任天堂64にね一回り大きいように感じますね、はい、性能的にはちょっとどうなのかね、また後で見てみたいんですけども、どちらかというとねこちらのセガサターンの大きさに近いかなというふうに感じますね、はい、だいたい似てますよね。厚みも大きさもねだいたいセガサターンと、まあ、同じようなね大きさというふうに言えると思います。軽さはね、ジャガーの方が非常に軽いです。で、こちらがね、紙の説明書になりますけども、まあ、これ、米国仕様なんでね、まあ、すべてちょっと英語というふうになるんですけども、テレビへのね、接続仕方だったり、まあ、注事項ですね、まあ、そういったものがね、書いてあります。まあ、こういうものがね非常に揃ってるっていうのは、まあ、使う人が非常になんかこう非常になんかこう性格が現れますよね。非常にこう几帳面な方だったんだなというのがねちょっとわかると思います、はい、そしてこういったね小さな紙と、そして奥にあるねこういったなんていうんですかね大きななんかポスターを兼ねたような説明書がね、このようなついてます、はい、という感じね非常にでっかいジャガーというねゲームタイトルがね載ったこういった、大きなね説明書が、1枚ついています。で今回のために、まあ、購入したソフトがね、まあ、こちらになるんですけども、このねジャガーのソフトってね数が少なくてものすごくね高かったんですね。でできたら横スクロールのねスーパーマリオみたいなもの、シューティング、そしてレースゲーム、そして 3D とね欲しかったんですけども、まあね欲しいね横スクロールものがねなんと1本3万もしたんですねです、買いませんでした。ということで、これ3タイトルでねなんと4万円もしちゃいました、ね、洋芸専門店のね、穴屋さんというところでね、購入いたしました。タイトルでね激レアハードというふうに書いてるんですけども、このあたりジャガーより、まあ、販売数のね少ない、ゲーム機っていうのは、ね、実はあるんですね、まあ、それがそのアップルとバンダイが協力して作ったピピンアットマークというね、こちらが全世界的にはねトータルではジャガーよりもね販売数が少ないんですが、まあ、しかしですねこの日本国内において調べると
ピピンアットマークはね3万台ね販売しているのに対して、このねアタリジャガーは日本でねわずか3000台しか販売されてないんですね。ということでこのね日本国内におけるレア度でいうと、もうアタリジャガーの方がね10倍貴重ということが言えると思います。貴重な、ね、本体なんですけど、中をねどうしても見たくなってしまったので、ネジを外してね蓋を開けてみました。するとこういったね金属のね、カバーで覆われていましたので、ぐるっとね、爪でね、引っかかっていますので、この爪をねすべてこの外してやります。はい、このねぐるーっとね全周にね、渡ってこのような、爪がね引っかかっていますので、ねマイナスドライバーのようなもので、爪をねすべて、解除してやれば、このね金属プレートというかね金属の、覆いがね外れますので、そうするとね、ようやくこの半導体が、見えてくる見ることができるようになります。でこれね、有名な、僕もねちょっとウィキペディアぐらいでしか知らないんですけど、この2つ並んだチップがトムチップとジェリーチップっていうんですかね、はい、っていうふうに呼ばれてるんですけど、別にチップにトムとかねジェリーっていう名前が書いてあるわけではないんですね。はい、こちらがトムチップとこっちがジェリーチップですかね、トムとジェリーということなんですけども、なるほど。あ、これがモトローラの半導体ですね。はい、そしてこちらがメモリですね。DRAM の 2メガのメモリが4つということになります。はい、これね、日本の半導体が多いですね。ほとんどがね、日本の半導体ということで。はい、基板の状態もね、非常にいいですよね。もうね、30年近くね、前のハードになるんですけど、まあ、非常にね、はい、もうチップのね状態やらコンデンサーの状態も非常にいいですね。ではね早速取り付けてみたいと思います。まずはねコントローラーから接続してみたいんですが、このコントローラーね噂ではね非常に抜けやすいということなんですが、まあこうやって揺すってみてもね、あ、抜けることはないですね。はい、もっとねポロンと抜けるのかと思いましたが、意外や意外普通にね大丈夫でしたね。はい、それではね次アダプターをね取り付けてみたいと思います。はい、そして次ね映像のねケーブルですね、はい、こちらを後ろに差し込みます。はいはい、これでね準備ができました。ということでね、早速ねちょっとゲームをカセットを入れて、プレイしてみたいと思います。それではね最初はこのねシューティングのライデンをプレイしてみたいと思います。はい、それではね、電源を入れてみたいと思います。それではねスイッチオンということで、これね海外版というか NTSC 地域はね赤色でランプが光るんですけども、実はねパル版では緑色のねランプが光るようになっています。おお、結構鳴き声とともに、はい、でこのオープニングがスタートしましたけども、はい、これがジャガーのオープニングですか。なるほど、はい、でその後にあたりのロゴが出て、うん、そしてこれは何の、ね、続けてロゴが出てますけど、これはロモのロゴかな。あ、はい、そしてね、ライデンのようやくタイトルが出ました。まあね一応こんな感じでプレイしてます。モニターはね、フォトフレームを改造して作ったオリジナルのねモニターでプレイしてみます。はい、それではねライデンちょっとやってみたいと思います。はい、でオプションモードはね難易度は選べなくて残機数ですね、それを、何通りか選べるみたいですね。はい、はい、このね 2D の性能が一体どの程度のものなのかちょっとね、楽しみにしたいと思います。はい、でねスタートすると残機設定をねどうするのかというオプションモードを押したことかな、うん、で、このね、多分、2クレジット、5クレジット、8クレジット、こちらをね、選択してプレイすることになります。
あれライデンって BGM なかったんでしたっけ？ちょっとなんか寂しいですね。はい、ちょっとねアーケード版もねスーパーファミコン版もねほとんどやったことないので、似てるのかとか移植度合いがどうかっていうのがね今一つわかんないんですね。スーパーファミコン版はねちょっと買ってあるのでね、後で試して違いがどうなのかね、ちょっと動画撮影前にやっとけよという話なんですけど、でこのライデンなんですけどね、来年発売されるアストロシティのシューティング版、こちらにもね収録されますのでね、こちらで腕を磨いてね、ちょっとシューティング版のアストロシティミニも、ね、買ってみたいと思うんですけど、どんな感じですかねこれ。あの動きは非常に滑らかですよね。マップとか敵の配置とか難易度とかね、その辺が一体、まあ、アーケードはね縦画面なんで、まあ、横画面はどうなのかということで、はい、ちょっとね全くやってないので、もうちょいねちょっと練習してからやればよかったんですけど、ねもうほとんど初見でやってます。これちゃんとね敵の配置とかね覚えてプレイするとね違うんでしょうけど、ということでね、まあ、これからはちょっとコメントをちょっとあまり少なく、動画だけちょっと見ていただくという感じになると思います。
次ね、ライデン終わりまして、こちらのね、レースゲーム、バイクのね、レースゲームをプレイしてみたいと思います。はい、このね、ジャガーで一体レースゲームはね、どれぐらいのね、性能を見せてくれるのか、ちょっとね、楽しみにしたいと思います。こちらもね、ちょっと初見になります。
best time。はい、それではですね、次に、次は 3D のね、ゲームをやってみたいと思います。はい、こちらですね。はい、こちらもね、ちょっと初見になるんですけども、こちらをプレイしてみたいと思います。はい、ジャガーの進化がね、問われる、このね、3D 性能、一体どんな性能を見せてくれるんでしょうか。はい、それではね、スタートしてみたいと思います。まあ、ロボットを操作して迫り来る敵を、まあ、倒していくのかなという感じはしますね。すいません、ちょっと説明書も全く読まずにやってます。はい、ただ確かにね、 3D なんですけど、任天堂64に比べるとちょっとひどいなという感じで、スーパーファミコンの、まあ、拡張チップを積んだゲームに、ちょっと毛の生えた程度かなという感じがしますね。ちょっとね、やり方がいまいちわからないんですけども、コントローラーにたくさんあったボタン、あれを使うんですかね。どうしたら、
ということでね、ジャガーのソフト3本ちょっとプレイしてみたんですが、まあ、2D はね、問題ないかなと思うんですけど、まあ、3D はどう見てもちょっとね、任天堂64には程遠いし、スーパーファミコンのちょっとね、3D の拡張チップを積んだゲームに、まあ、ちょっとね、毛の生えた程度かなという感じがしますね。はい。ということで、ちょっとマニュアルをね、ちょっと全く読まずに初見でプレイしてしまったんでね、まだね、ちょっとヘボプレイになってしまったんですけどもね、このね、またジャガーのね、ソフト、新しいものが入ったり、ね、もうちょっとこう、面白いね、ネタがあったら、またね、ジャガーネタ続けてやりたいと思います。はい、ということでね、今日はこの、幻のね、レアゲーム機、ジャガーについてお伝えしました。